これまでのあらすじ。セレストロンナスっぽい押しにくいボタンのハンドコントローラーを全然使わずに済むように CPWI での環境構築に成功したんだけど、人間ってのは欲深いものでそうなるともっと楽をしたくなっちゃうわけでじゃろうするの。点で赤道儀やライメントをもっと簡単にできないかな。ってな野望を抱いちゃったわけなんです。前の動画でご視聴いただいた通り、赤道儀アライメントするときは、ファインダーで合わせた後、望遠鏡で合わせてましたよね。なぜ、二つの画面を見ながら合わせてるかというと、こういうことになってるからなんですね。一番外側のオレンジの枠がファインダー。黄色が、7センチ屈折望遠鏡。420mm で映る範囲、見えてる範囲が全然違うってことなんですよ。最初の星がファインダーの中央からずれてる距離は結構大きいので、最初から望遠鏡を使うと星が見えないんです。仮に、7センチ屈折望遠鏡ならできたとしても、ピンク枠の15センチニュートン反射望遠鏡や緑枠の20センチリッチークレチアンでは無理なんです。ちなみに、薄い灰色がガイドスコープの見える範囲なので、ガイドスコープでファインダーの代用にはなりません。では、どうするか。というと、撮影した写真から、どこを映しているかが分かってしまう、プレートソルビングを使いたいと思います。晴れた夜に、いきなりぶっつけ本番だと失敗するので、まずは、星が見えたつもりになってやってみます。CPWI を起動し、赤道儀に接続します。セレストロンの赤道儀は、ハンドコントローラを使用した場合、アライメントが完了しないと、パソコンと接続できませんが、CPWI は、パススルー接続なので、アライメント完了前に、アスコムで赤道儀に接続することができるんです。カメラコネクテッド。エピフティとステラリウムを起動します。ステラリウムをアスコムで赤道儀に接続します。望遠鏡は天の北極を向いた状態です。赤道儀アライメントを開始します。前回のテストの時、魚車座の星団をいくつか撮影したので、M36 星団の画像を表示します。M36 星団はここですね。アライメントは、マハシムでやってるつもりになります。CPWI でマハシムを選んで、アライメントを開始します。現在位置はマハシムになりました。テレスコープコネクテッド。 APT で望遠鏡を接続するのを忘れてました。現在位置を取得してプレートソルビングします。
Image solved. 撮影した場所が分かりました。シンクで製図と同期します。製図の現在位置は M37 星団付近に移動しています。このように望遠鏡がどこを向いているかが分かるので、ファインダーを使わなくてもアライメントが可能です。M81 銀河でもやってみましょう。今度はおおよその位置を指定せずにブラインドでやってみます。Image solved. おおよその位置指定した場合より少し時間がかかりますが、プレートソルブは問題なく成功しました。現在位置はちゃんと M81 銀河付近に移動しています。プレートソルビングを利用すれば、ファインダーを使用しなくても赤道儀アライメントを実行できそうです。赤道儀アライメント後に ASPA で極軸調整すれば、自動導入やオートガイドの精度を向上させることができるかもしれません。ご視聴ありがとうございました。音声合成はボイスボッツ九州空を使用しました。